こんにちは、旅行コンサルタイガです。本日は東京駅から約100分、千葉県勝浦市の秘境鵜原理想郷内に佇む隠れた名温泉旅館磯香の湯宿鵜原館を Vlog 形式で紹介します。鵜原館の魅力は趣のある温泉に豪華な海鮮料理の数々、そして近年大改装で素敵になった客室や設備など数多くあるのでお楽しみに。この動画を見れば千葉にあなたの常宿ができるかもしれません。また昔泊まったことのある方も再訪したくなることでしょう。動画の後半にはアクセス情報も載せているので、ぜひ最後までお見逃しなく。では紹介を始めます。まずは秘境感あふれる旅館の入り口から紹介させていただきます。入り口はなんとこのトンネル。動画だと分かりにくいのですが、車1台がギリギリ通れるくらいの横幅のトンネルは千と千尋の神隠しでも出てきそうな仕様です。また撮影時はたまたまご夫婦が先に歩いていったので、まさに千尋が両親を追っかけてるような状態でした。トンネルを抜けると右手には大きな壁が、そして左手には海がちらりと見えます。そこをさらに進むとついに旅館の全景が見えてきます。それではお待たせいたしましたが、いよいよ旅館に入ろうと思います。ちなみにエントランスの前には素敵なオープンテラスがあるのですが、こちらは後ほど紹介させていただきます。自動ドアをくぐるとロビーラウンジがお出迎え。こちらには自動販売機があるほか、無料のコーヒー&ティーセットもあり、女性に人気の選べる色浴衣もございます。チェックインをカウンターで終わらせたら、次は客室の紹介といきましょう。今回はテラススイート自弱荘という客室に泊まりました。こちらは動画投稿日時点鵜原館さんで一番の客室です。玄関を進むと出てくるのはまず広々としたリビングです。テラス以外の広さは90平米と表示されていましたが、天井も高いのでさらに広く感じました。隣はベッドルームになっており、ステージベッドの枕元にはコンセントがついているのも嬉しいポイント。クローゼットには寝巻きや金庫が入ってます。そしてリビングを横切ってテラススペースへ行ってみましょう。手前にはハンギングチェアがあります。ちなみにこれ座り心地抜群なので、滞在中はかなり使わせていただきました。ではいよいよテラスです。広々としたテラスは今回泊まった部屋の特徴。下の客室の屋根が見えておりますが、その先には美しいオーシャンビューが。さらにテラスにはファイアーピットとデイベッドがあり、夜もゆっくりできる仕様。そしてお待ちかねのサウナは流行りのバレルサウナ。隣には外気浴のできるガーデンチェアが2個。そしてこちらの水風呂はなんと温泉水を使用。これは若旦那のこだわりだとか。大きなバレルサウナからも海が見えるのが嬉しいところ。大人4人が入っても余裕がある大きさ。そしてセルフロウリュができるヒーターも素敵です。ちなみに動画投稿日時点ではセルフロウリュ用のアロマもございました。これがすごくいい匂いなので、ぜひお試しください。また後で紹介しますが、半露天風呂も隣接しております。では客室に戻りましょう。テラスの手前にはバースペースもございます。こちらには有料のワインやシャンパンもあるほか、後で気がつきましたがウイスキーなどの洋酒もあります。そしてコーヒーやお茶のほか、冷蔵庫内のアルコールとソフトドリンクは全部無料。さらにケーキもございます。こちらはウェルカムスイーツなので、後でコーヒーと一緒にいただきました。その次はバスルームです。広々とした洗面台は女性や美容男子にも喜ばれそう。さらにこちらの部屋はドライヤー、ヘアアイロンがリファ製っていうのも点数高いですよね。また基礎化粧品も一通り揃っております。そしていよいよ半露天風呂の登場です。洗い場は2つ、シャワーヘッドもリファ製です。こちらのお湯はもちろん温泉ですよ。窓は開閉式となっているので、TPO に合わせてセッティングが変えられるのでご安心ください。ちなみにこちらの扉からは先ほどのサウナにアクセスできるので、機能性も抜群です。それにしても当日は風が心地よくサウナ日和だったなぁと思います。ちなみに動画投稿日時点鵜原館さんには10部屋9タイプの部屋があり、
どれも素敵で選ぶのに苦労したので、その一端をちらっと紹介します。露天と半露天風呂付きの客室はテラススイート以外に4タイプあり、すべて異なる室内になってます。バスルームの広いラグジュアリースイートや大きな浴槽が魅力のデラックススイート、内湯と露天風呂が一つずつついたウバラスイートに、海側へ大きなベッドを設置したプレミアムスイートなど、他の部屋も泊まってみたくなりますよね。その他の客室もぜひホームページからご確認してみてください。次は館内設備です。ラウンジはすでに紹介したので割愛しますが、先ほど冒頭でちらっと見せたオープンテラスから行きましょう。こちらは海と鵜原漁港を眼下に見ながら安らぎのひとときを楽しめるスポットになっております。2面席からソファー席もあり、緑と海に包まれた空間は他の宿ではなかなかないですよね。ラウンジの無料コーヒーや紅茶はテラスへ持ち込み可能なので、私もここでいただきました。いやー最高ですね。日頃の疲れが吹っ飛びました。そして次は温泉大浴場を紹介します。まずは最上階に佇む展望風呂、鵜原理想郷や太平洋を一望できます。洞窟風呂は神秘的な洞窟をイメージさせる非日常の空間が体験できるでしょう。壮大な海景色が魅力のトンネル風呂は撮影できなかったので写真でどうぞ。そして個人的な一押しは吊り橋を渡った先にある貸し切り露天風呂です。開放感抜群かつ湯船から見える景色が最高でした。こちらは夕方までに入ることをおすすめします。他には露天が苦手な方のために貸し切り家族風呂などもございます。それでは皆さんお待ちかね、鵜原館自慢の食事をご紹介いたします。食事会場はこちら、全室個室となっております。基本的には格子状の板で仕切った作りになっているのですが、こちらは旅館のスタッフさんが通路からお客さんの食事の進捗を確認するための仕掛けみたいです。なので個室に入ってみると、通路側以外は壁になっており、他のお客さんのことは気になりません。また夕食はこちらです。目の前にある鵜原漁港から採れたての新鮮食材を使用して作られた創作和食コースはボリューム満点。前菜盛り合わせ、海鮮鍋、お造り盛り合わせ、茶碗蒸し、金目鯛の姿煮、和牛サーロインステーキ、郷土料理のなめろう、お漬物、季節のデザートといった内容でした。最後のチーズケーキまでとても美味しかったです。朝食はこちらの和食膳、カゴ盛りのおかずがご飯に合いすぎてついついお米を食べすぎてしまいました。ではこの大満足の宿泊をさせていただいたこちら鵜原館さんのアクセス情報ですが、勝浦駅から車で約10分、鵜原駅から徒歩10分、鵜原駅から無料送迎もございます。ちなみに東京駅からは車で約100分、勝浦駅まで特急を利用し、そこからタクシーを使っても約100分で行けます。都内から1時間半くらいで行けるところは小旅行にもってこいですよね。また鵜原館さんの周辺には観光スポットも多いのが嬉しいポイント。旅館の脇道から入れる鵜原理想郷はリアス式海岸と海岸性植物が織りなす複雑な自然造形、そして絶景スポットを見ながらハイキングができる 2.3 キロのコースがあったり、裏側には透明度の高い水と真っ白な鳥居が素敵な鵜原海水浴場もございます。さらに少し移動したところには勝浦海中公園などアクティブな観光スポットが盛りだくさん。翌日は車で約10分の場所にある勝浦朝市に行くのも楽しいですよ。ということで本日は鵜原館さんの紹介をさせていただいたのですが、いかがでしたでしょう。まだまだ千葉には素敵な宿が多数ございますが、この動画が皆さんの千葉旅行に役立ったら幸いです。それではこの動画が良かったと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします。また応援コメントももらえると動画制作のモチベーションが上がるのでお待ちしております。では次回の動画でまた会いましょう。失礼します。